はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、ロシアのオールドレンズ、ヘリオス44というシリーズのレンズになっております。お値段がすごく安価で、その、オールドレンズっぽい写り、背景のぐるぐるボケとかですね、すごく優しい、ノスタルジックな写りとかが、インスタグラムでも有名になりましたので、ご存知の方も多いと思います。で、お値段もですね、すごくですね、安価で、お安めのレンズですので、オールドレンズ最初の一本として、大変におすすめとなっております。今回もすごくですね、リーズナブルなお値段でお出しできておりますので、ぜひ早めにチェックしてください。では、外観から見ていこうと思います。ご覧いただいてます通りですね、やっぱりオールドとして、多少の使用感、経年感、ちょっと見られるんですけれども、まあ、全体的に見てですね、大きなすれ、へこみとか当たりなどは見られませんので、安心してお使いいただくことができます。レンズももちろん綺麗ですね。はい。では、外観から見ていきます。外観はですね、こういうところにですね、多少のこういうちょっとすれとか見られますけれども、大きな当たりとかですね、こうフロントから見てもどっかにぶつけたり擦ったり落下したような跡もありませんし、こういう滑り止めのローレットの摩耗も見られない、大変備品といって差し支えない状態だと思います。マウントは M42 というですね、こうねじ込み式のマウントになっております。ソニーの α7 とかの、ミラーレス一眼でご使用いただく場合には、こういったマウントアダプターをですね、ご使用いただきます。これが M42 からソニーの E マウントに変換するアダプターなんですけれども、これに今、こうグリグリとねじ込んでいただいて、これはですね、ソニーの α7、これは α7R ですね、にこんな感じでご使用いただきます。はい。こんな感じで非常に綺麗な状態ですね。レンズもご覧いただいてますように、前玉後玉ともに擦り傷引っかき傷、コーティングの剥離とか摩耗とか見られずに非常に綺麗な状態ですね。まあオールドレンズですので、多少のですね、こう擦れとかホコリちりなどは見えるんですけれども、バルサム切れとか大きなですね、この曇りとか、そういうのは見えないですね。なんか真ん中に大きいこうゴミみたいなのが見えるんですけども、これが大きなあの気泡なんですね。製造時にどうしても入ってしまう気泡が見えますけれども、これとかですね、ちらほら見えるホコリちりももちろん撮影して画質に影響があるような箇所では全くありませんので、安心してお使いいただくことができます。はい。絞りの動きもすごく軽快で滑らかに動いてますね。羽の痛みとか油の乗りとか錆汚れなどもありません。ピントのヘリコイドもいっぱいまで滑らかに一定のトルクで動いております。こうグリスが固着してこう動きムラがあったりとか、こう回らなくなってたりとか、そういうことは全くないですね。付属品がこちらのリアキャップ。結構厚みがある、こう適当なリアキャップですけれども、まあご容赦ください。で、こちらも、社外品ですけれども、フロントキャップをお付けいたします。こちらのセットでお届けいたします。ということで、今回も非常にですね、まあ、リーズナブルなお値段でお出しできております、ロシアのオールドレンズ、ヘリオス44の2というですね、非常に明るいレンズで背景がぐるぐるボケになる特徴的なレンズですね。ライカのズマリットみたいな効果をこちらのロシアのオールドレンズで体験することができますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。